よし。あー、テレサ出てきた。結構新しい敵が増えてきましたね。まず闇トゲクリボー740。でまずハンマーでこの危険な花を持った闇トゲクリボーを倒しておきます。痛い。そしたらテレサも物知りしておきましょう。テレサ、ちょっと待って、今編集点入れました。テレサって顔はまあなんとなく愛嬌があるけど、やはり真っ暗なところでは会いたくないわね。これ以上はレジェの口から言えないわ。そうですか。どうしよっか。絶妙に絶妙だよな。テレサかやろう。テレサ、痛いね。テレサね、位置変えるだけの時あるからね。変なやつだよな。続きをして、こっちハンマーで次のターンで終わりだ多分。体力やばいね。おお、だいぶ経験値入った。レベルアップでの回復を狙っていきたい。アイテムはね、温存したいからね。まだ21回でしょ。あー、ダメか。踏んだ方が良かったか。欲張っちゃうね。ボロドーからやっていこう。ボロドーは経験値ないんだな。そう、こいつこの技があんだよ。透明にすんの。透明はね、もうラッキー。絶対に攻撃が当たんないんで。あー、誰か。あ、コインはね、正直コインはどうでもいいですよ。で、実績でテレサをやっつける。テレサが5もあんだね。やばいやばいやばい、危ない。ジャンプでしっかり削り、まだレベルアップできないね。次かな。次でレベルアップできるかな。いよいよやばい。死なせたくはないね。え、あー、そうだ、ボロドーってそうだったな。そういえば、ボロドって逃げたじゃん。今逃がしちゃダメなんだよ確か。いやー、めんどくさい。いや、経験値だと思えば。ちょっと仲間変えないと、さすがに体力高いやつでしょ。こうラッキーラッキー。こっちの体力もやばくないか。ちょっとクラウドの前に出しつつ、
どうせレベルアップするからね。FP ゴリゴリに使っていってもちょっと、いいかもだけど。ボロド地上で湧くのとか、ダンジョンぐらいだからな。痛い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 。ガチガチにやばいぞ、これは。テレサをこれで、やってで後ろのテレサをマリオがやればこれで死ぬことはない。そしたらあとはこいつを始末すればレベルアップで回復だ。忘れてたよボロドーの特性。じゃあね、さすがに HP を上げようかな。あーもうだいぶ経ってるな。2回に分けるかもこの動画は。よし、いいぞ。あ、クラウドのままだ。でも物知りはいいんだっけ。もうやば、気ぃついちゃった。ムチムチプレス基本で痛いよ。ハンマーで爆破。痛いねー。あれがさ、もうさ、どう、あ、いいのあるじゃん。こういう時には確かに使えるね、ああいうアイテムも。よし、ラッキーだな。あ、ちょっと待って、今何回？24回、5個降りても通り過ぎないね。5個降りて29階かな。さてと、また爆発させちゃうかもしれないけど、ハンマーだな。よし、これでダメージを最小限に抑えた。これでじゃあ30回かな。ビリビリン、これがね結構いいんですよ。っていうのもビリビリっていう効果って、直接攻撃が相手ができなくなる、できなくなるっていうか、しようとするとダメージ受けるってやつね。その状態に常時になれるっていうのは、まあ BP に余裕、あ、そうだ、レベルアップってさ、
その時に一緒にいる仲間しか回復しないんだったな。ゴリゴリ降りていきましょう。完全にしくった感はある。闇の子ね。HP8 の攻撃力4、防御力2。まあ、この子の上位互換ってだけなんで、踏んじゃえば一緒です。ああ、せっかく。ビンゴかな。ルーレットでね、回復も狙っていけたら狙っていきたいけどな。どうなるやら。攻撃入るかな。防御力が入ったな。でも体力がね、いくつなんだ。ああ、自信アタックしたいけど、裏の子がいるのがちょっと。4、4かな、体力。ものしり、ハイパー新エモンです。ハイパー新エモン。出る場所とかちょっと、ネタバレしてるけど。4、3、3。なるほどね。こいつはね、チャージするんです。ハイパー系って大体みんなそうなんだけど、チャージしやがるんですよ。これが痛い。仲間チェンジで攻撃できるノコ太郎に変えとこうか。あー、ガードできなかった。痛すぎる。防御力いくつだ。え、これ攻撃入んないんじゃね。ですよね。いや、もう一回9は食らいたくない。貫き殴り使おう。 FP をケチってでもしょうがないからな。やたら食らっちゃったね。よし、次行こう。こいつは こいつからやっていこう。パタメットだね。パタメット、HP5 の攻撃力3の防御力が4、防御力が高い。だからね、ひっくり返すと全然ダメなんですよ。でもひっくり返った後も、あ、マジかよ。おい、緊急キノコが。そうか、パタメットは後ろの敵にもな。ですよね。うわー、これは自利品だな。間違えたな。今クリスティーネで踏めばよかったな。動揺が。あ
もう。回復したい。あーダメだ、痛いよ、きついな。ハンマーで倒しつつ、一応交代しつつ、元気元気やろう、元気元気でね。回復アイテムはもうちょい温存しときたい。いいんじゃない、うまいんじゃない、うまいんじゃない。あーうち、でも結構回復してる方でしょこれは。よし、そしたらひっくり返しても一回、うん、いけるいける。でマリオが踏んづけてやれば、よし、結構ね危険な戦いしてるからな。じわじわキノコか。あれは踏めないからね。ハンマーで裏の子をまず倒すじゃん。で頭突きでパタメットを行動不能にする。そしたらで裏返してマリオが踏む。あ、セーフセーフセーフ。でこっちはこのターン中に倒せばひっくり返しても大丈夫だから、よいしょ。そう、裏の子はね、うん、前にも出てきたけどひっくり返ると攻撃力がね上がるんで。よし、今回ね井戸屋がさ思ったよりたくさん出てきてくれてるんで、結構早い段階で40回まで来ました。あと10回、頑張りましょう。割と余裕あるかもねこれ。これは交代しておいて、ヘビーボムからだな。出る場所海賊の洞窟、どこだよって感じでしょ。 HP6 攻撃力2防御力1。爆発のダメージがねある、痛いんだってさ。でまず闇の子を始末しておきましょう。あ、闇バタ踏んだ方がこっちのダメージ少なかったな。で、あ、しくったしくった。あー、先に貫き殴りでやっとけばジャイアントボムを倒せてたから。
ここはでっかくどっかに行きますか。ミスったら痛い、マジで痛い。死にはしないけど多分。よし、いいぞ。これでヘビーボムの脅威はなくなった。痛いな闇の子。よし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 。回復しとく？あ、キノコあんじゃん。そうか、あれだ、なんだっけ、くじ引いたからだ。くじ、キノコ食っとこ。さて行きますか。きっついな。これこそさ、でっかくドッカンで仕留めないと終わらね。今回は全員に1やるから最悪ワンダフルでもいいけど、いやー、ミスれない。よし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 。いやギリギリだな、本当にギリギリの戦いをしている。42回ね。じゃあまずは、ハンマー2発で倒せるね。物知り。バブル。HP6、攻撃力4、防御力0。痛い。よしよしよし、ナイスで防御がナイスだ。ハッピーハイトもナイス。ガツン殴りでワンパンしてこう。痛い。おいおいおい、マジかよ。あ、アピールの方が良かったな。ラッキーラッキー、いいよいいよいいよ。でハンマーで、よし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 。レベルアップできんじゃんこれは。なんだっけ、あのヘビーボムだっけ、出てきてほしくないな。間に合わなかった。地震アタックだなこれは。全体に1本攻撃していきたい。
マジで下手すると死ぬ。6サンボ HP8 攻撃力4、全部マリオに切って全部防御できなかったら死ぬな。クリスティーヌが死ぬ可能性もある。痛い。よし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 、ラッキーラッキーラッキー。いいよ。いやーでも少ないか。地震アタックしてもあと2ターンかかるな。体力あるビビ太郎に変わっとこうかな。しかしやるしかない。痛い。やばい、ガチでガチやばい。毒か。危なかったって感じじゃん。ふぅ、レベルアップだね。またレベルアップでクリスティーヌ回復できないね。 BP だな、 BP 上げよう。行くぞ。なんとかクリアしたい。いや、こいつが一番きついんじゃん。だってトゲパタメットでしょ。要は空中でトゲなんですよ。攻撃の手段が別格ドッカンぐらいしかない。ミスるなよマジで。頑張ろう。よし、いいぞいいぞ。あ、本当に緊張するこの。よし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 。経験値はほんとうまいよな。結構無理して戦ってるからね、この辺は。さて、闇の子。あのパタタゲネットがさ、って感じじゃん、もう。って感じじゃんってなんでって感じだけど、攻撃系のアイテムないもんね。こういう時には本当に雷ゴロゴロとかあった方がいいんだろうけど、うん、これしかないね。待って、成功しても成功しなくてもこれをやっていくことでスターパワーをちょっと貯めることができる。それからでっかくどっかやった方が効率がいいね。よし、ここも突破と。いやー、スターパワーが枯渇している。あれ、なんか残ってる。体力高かったのか。
60ね。今のもアピール、片方がアピールしてから攻撃とかの、あ、タイミングが、いや、いいんじゃないか。40なんてことは2回、もう1回戦うことになるな。2回か。49回。よし、最後の戦いといこう。当たったぜ。ゆらゆら自信持ってる。そしたらね、体力のあるやつに変えとい、いや、のこたろだ、のこたろにしといて、自信アタックね。よし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 、あー、じゃあ大丈夫だ。どうにか50回たどり着けますね。ふう、緊張した。色がね、だいぶ。よーし、不思議な袋、アイテムを20個まで持てるようになる。やったぜ。ボムロフの願い事、憧れのボムリンちゃんと電撃結婚したいボム。子供は22人くらい欲しいボム。ファミリーサッカーチームを作って毎日対戦するんだボム。落書きは念入りに書かれていて消えそうにない。じゃあもうこれ以上下には行きません。入りましょう。で、帰るとなかなか出てこなかったマリオを待っててくれた二人が、パパ帰ってきたの。絶対これマリオがもう心配されてたよね。戻ってこないよっつって、実は命あってのものだねって、ものだねって思うんです。新しい仕事を探します。坊主のためにもまだまだ頑張らねば。ありがとうなの。俺に僕の宝物あげるの。これで、さっきっていうか、多分前回のパートになってると思うんですけど、遊戯場の、ミニゲームがね、これで1個増えました。よーし。これでアイテムもね、多く持てるようになり、じゃあね、ようやく薄暗村に向かうんですけど、これは次回の動画としましょう。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。では次回、薄暗村に、行くところから始めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。